インドで販売されているバングル。バングルは一体型のブレスレット。インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュなどの南アジアの女性が主に着用する伝統的な装飾品である。通常は金属製、木製、ガラス製、プラスチック製である。結婚式で2位嫁はガラス製を着用するのが一般的とされ、伝統によれば、 最後のバングルが壊れた時に新婚旅行を終了した方が良いとされている。ヒンドゥー教では、既婚女性は腕に何も身につけないのは止めるべきと考えられており、バングルは非常に伝統的な意味を持つ。若い女性も着用でき、幼児は金、または銀製のバングルが好ましいと考えられている。カダモシクはカラーと呼ばれる。シ教との競技には、 洗礼を受けた者は必ず五形と呼ばれる、形衆、官学士、カッチャー、カラー、キルパーンと呼ばれる剣を帯びることとされている。また、祝教の結婚式では、花嫁の父親が、新道新婦に、金の指輪やカラー、そしてモーラを贈ることとなっている。貝殻、銅、青銅、金、目の、玉髄などから作られたバングルは、 インド全土の複数の高校遺跡から発掘されている。紀元前2600年のモヘンジョダロの遺跡からは、左腕にバングルをつけた踊り子の肖像が見つかっている。ありがとうございます。